こんにちは、遠藤です。今日はレインボーシックスシージやってきます。で、3層のチームデスマッチ、爆弾か。カジュアルでプレイしてます。で、とりあえず、フューズを選んでみるか。いや、待って、テルミットを選ぶか。新兵、キャピタを、サッチャーに、もう一人が、火花。まあ、これスターターエディションでやってるから、ポイント使って解除するのは大変なんだよね。なんか、12,500 ぐらいかかるんだよな。今、5人お役解除できたんで。まあ、なんとか新兵を選ぶことはもうないかな。爆弾を見つけろ。さて、まずは攻撃側なんでドローン使って探していくわ。ドローンが爆弾を発見した。一階か。一階の？あ、この奥か。ドローンが爆弾を発見。はい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 。ここね、ここはちょっとやりやすいかな。どうだろうね。フロストがいるか。フロスト。突入まで10秒。ミュートと、イエーガー。お、新兵のドローンが、なんかおかそ、あそこで止まったな、今。絶対やられたな。カメラを壊して。カメラの位置とかね、全然わかんないんだよね。光ってくんなきゃ、見つけらんね。あ、ミュート置かれたか。どうすっかな。さっきの正面から、撃って。壁の奥に敵いたよね。そっちからやれないかな。と思ったけど、味方そっちから行く気か。どうしようかな。やめるか。味方と一緒に攻めていきましょう。サッチャーの人が一人やってくれたか。やられた。一人やられたぞ。EMP 使った。さて、どうしようか。ちょっと中を見に行きますか。お、奥にいるね。ちょっとあいつをさらっと、やっておきたい。あいつをさらっと。サッチャーの人、右見てくれ、右見てくれ。よし、じゃあ奥のやつを、いない。お、あー、やられた。ははは。家が、あー、サッチャーの人もやられちゃったのか。それしょうがないな。あー。2対3。火花が残って、火花と、あ、やられたの？サッチャーじゃないか。こっちのサッチャーは生きてるね。マガジンを変える。さて、火花。ショットガンか。作動を回収する。投げて、ディフューザーを取って。これなんかもう、サクッと設置できねえか。穴開いてるからな。地下？もう一人いるよな。おっと、やられたか。あ、壁裏が。お、いいね。距離あって。壁裏も、うじうじしてるね。敵のオペレーターは残り一人だ。さあ、あと一人。この人すげえな。一人で、Z
全員倒す気か。音がね、聞こえないね。あ、いたね。いた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 。壁を打って、うん？惜しい。すげえ、一人で4キルして。さあ、防衛か。いや、このバンディットのね、装備が好きなんだよね。MP7 に。USP だっけ？ USP の45口径のやつか。カベイラ・ヴァルキリー・ルーフ・ドッグ。爆弾を確保しろ。2階か。なるほど。ここは穴開けたいんだけどな。ちょっと、どこ補強したりかわかんねえ方が。ちょっとあんな誰か穴開けてくんねえかな。あ、閉めちゃいます。今ドローンいなかった。あ、閉めちゃう。もう閉めちゃう感じか。まあいいでしょう。じゃあここに設置しても意味ないな。やめよう。ちょっと、これ。いや、有刺鉄線持ってきたらよかったかな。ね、鉄線持ってきたかったね。もうなんかじゃあ、気持ちここに設置して。ダメだ、全然なんか、バンディットのツール全然使えねえな。今回は。さて、アーマーを着て。どうすっかな。ここね、どこにいたらいいかわかんねえんだよな。このマップって確かあれだよね。バックじゃないか。なんだっけ、スナイパー。名前忘れちゃったけど、スナイパー出てくるよね。使う人が多いのかな。ここ奥から見ていない。どうしよう、俺の居場所がね、この辺にいていいのかな。もう音立ったら行くっていうスタイルでやらせてもらえますか。で、ヴァルキリーさんが設置した外カメラないの？外カメラ。あ、いたいたいた。お、なんかミュートの攻撃を食らってたか。どこ。こっち側じゃないね。どこだ。発見？下から入ってきたりするのかな。発見された。マジかよ。どこ、あ、ちょっと待って。ここじゃね？いや、いて。ちょっと待って、一回、今な、外にいるよな、あれ。ちょ、入ってこない？ちょっと、ここ、あ、そっか、これ外じゃねえよな。これちょっといいわ、壊しちゃおう。壊して。あ、奥、いた。左やってく。他は？リロード。今回下ないよな。あ、上か。いて、下も？下もいるか。ちゃんと見ればよかった。いれ。助けてー。ちょっと待って、もう、助けなくていいわ、もう。お互いにもう、瀕死でしょ、もう。いや、これやばいな。後ろから入られてんだよな。さっき来たやつに。あー、やられた。やっぱこういうところは狙われるよね。あー、狙い放題。何ですか？
あー、やっぱ、テレミットがいないからテレミット使うか。ここでもヒューズ使うところよくわかんねえしな。さあ、これでいきましょう。新兵の人はもう攻撃側は何も持ってないのかな。お、一階ですね。もうなんか、他の人が、あ、見つけてくれた。いや、どうしよう。ここか？この辺から攻めるか。ここから行きたいね。上から攻めていきたい。つか、あれだな、みんな、敵の方はあれか、上張りに来ないのか。強化しに来ないね。いいのかな。ディフューザーを確保した。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。じゃあさらっと行って上から攻めていきますか。ディフューザーは新兵が持ってるのかな。ここだっけ。なんか違うな。場所違う。場所がどこだっけあれ。どこだ。あ、全然逆か。裏側か。ちょっとじゃあ裏側周りに行くか。お、見てる？いる？お、あ、この中見てるのね。あ、こ、開いてんのか、これ。さて、左で人に突っ込んで。ここも開いてんのか。出てきそうだ、敵。もうなんか、あれ？あれ敵じゃね？単発チー。あ、倒した。いたんかい、やっぱり。お、何発か当てたな。何発か当てましたね。いいね。ドローンで見てくれたのが効いてるね。もう覗けねえな。もう覗かなくていいな。もういいや。どうしよう。違うとこから行こう。もうなんか突っ込んで撃ちまくりたい。上入れるか。あそこの階段から登って、上ですね。ちょっと、上行こう。落とし、ディフューザー落としてる。まあいい。こっちは上から攻めていく。どうすかな。ここ、開けるか。一階か。で、いるかな、多分。いた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 。一人やってく。で、開けようと思ったらすでに開いてる。ならいいか。ちょっと、どうすかな。ちょっと上がってきてもらってるから。ドローン出して偵察しましょう。ドローン出す。ドローン出して、ダイブ。お、一人いるね。ドクがいるね。あいつ速攻で片付けて、いいでしょ？いた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 。ドクを片付けて、あー、味方やられた。どれだ？おぉ、おぉ、カメラが、負傷してるね。よし、とどめよ。当たらね、とどめさして。おっと、奥に一人。ミュートか。いや、ミュートサクッと、後ろいるんで、突っ込んで、撃ちに行きましょう。はい。いいっすね。なんか今回全部、いいとこ取りしちゃった気がする。味方に削ってもらって、とどめ刺していくパターンだね。あれあれですよ。いいね。02から盛り返してきたね。バンディット使うか。今回はもうバンディットだな。キャッスル、ルーク、カベイラ。
ミュート、バンディット。ゴールド?ゴールドだ、あえて。これうまいわ。爆弾を守れ。なんだこれ、一階か。ここの爆弾か。守りにくいな。ちょっと、どうしよう。上塞いでおくか。もう見っかっちゃった。上を、もう一箇所。ここともう一箇所塞いでおきますか。塞いで。で、ガジェット。ガジェットをどっかに置きたい。壊してるね。さて、ガジェット置くところがない。どこにも置けねえ。どうしよう。いいか、もう。いいや、もう。もう MP7 で戦えればもうそれで十分です。発見されたドローンがいるのか。ドローンじゃねえかも。始まってんのか。でもドローンだな。さあ、落ち着きないバンディットが攻めていきますよ。あ、やべ。アーマー着てないな。ちょっと、アーマーを着たいが。行くタイミングをもう見失ってしまった。ああ、誰かの叫び声が聞こえる。どこですか?いや、上っぽくね?お、いますね。フューズの爆弾が入ってきてるね。ちょっと、俺が入って、わかんねえ。見えない。どうしようかな。これもうあれじゃね。外出て。やればいいんじゃね。あっちから攻められたんだよ、どうせ。お、一人やってくれた。ナイスー。で、ちょっと見つかって、しんどいんで、ここでアーマーを着て。もう一回、ちょっとライフがね、みんな余裕ないな。俺余裕あるんで、外出てやってきますよ。外出て、奥にいるー。やってく。あ、まだ負傷だ。頭を抜いてくー。あと二人。さあ、俺ライフがあるから、もう俺がもう走り回ってね、全員倒すぐらいで、いいんじゃないですか。お、ナイス!一人やってくれたぞ。もう一人は、スイッチ?スイッチか?スイッチどこ?あ、上?上ですか?ちょっと引き返せないよな、これどう考えても。ちょっとスイッチをね、ちょっと当てた。一発当てたぞ。左から攻めて、あー、やられた!ハンドガンで、やらした。惜しいね。ただこれ相手も瀕死だから。おー、ナイス。いいね。さあ、延長マッチポイント、防衛。相手な、なんかランク高いみたいだから、ちょっと勝ちたいね。つってもバンディット使うしかないか。家がかバンディット。スモークでもいいけど。バンディットだ。キャッスルルークカベイラバンディットのミュート。言うとね、持ってないんだよね。使ってみたいんだけどね。爆弾を確保しろ。2階か。ここか。またここか。なんか嫌な予感がする。また設置。パンディットのガジェット設置できないんじゃないか、1個も。どこに置いたらかわかんねえんだよな。みんなあれかな。有刺鉄線持ってくればよかったね。さっきも同じこと言ってた気がするけど、ちょっと撃たれる。
壊してるね。まあ、ここは有刺鉄線いらずなステージなの。お、なんか絵が貼ってある。子供が描いた絵を剥がして、いやーし、いかもガジェットはここに置くだけ置いとこう、意味ないけど。さて、今回はどうなるかな。ちょっと離れたところから待機してよっかな。あ、ちょっと壊さなくてよかったな、今の。やっちまった。ちょっと墓穴を掘ってしまった。見られるじゃん。どうだろう、いるか。あっちから入ってくるか。こっちは来ないよな。おっとおっと。あー、なるほどね。右にいるわけだ。右か。あ、今ちょろっと見えたんだけど。もう来ねえか。これ、ちょっと上行った方がいいか。見ててもしょうがないか。上に合流した方がいいかな。下も来ないでしょ？向こうも来ないしな。暇だ。上行こう。一応見るけど、上行こう。おー。あ、入ってるじゃん、もう。入ってますね。一人やる。まだ入ってるでしょ。まだいるでしょ。もう一人やる。おー、やったやった。もう一人、いないか？そっち？あ、そっちね。間違った。何やってんだ、俺。やべえ、あそこに。C4 投げてどうすんだよ。おっとおっと。しかもよりによって縦だし、C4 投げたらアホか俺。取りに行けなかったかな。完全にテンパった結果これですわ。もう下手すりゃ先般あるよ、これ。ただな、爆弾持っててもやれないからな、今の。おー、ナイスカッタ。いいね。すごいいいね、これ。今のは良かった。おー、ちょうどね、縦を横にしたところを頭を打ち抜くっていうね。逆転勝利。いやー、まあ今回の MVP 俺じゃねえ。俺ただ持って一人殺しまくってただけだよ。歩き回って。もう戦術も何にもないわ。っていうことですね。以上。